ほんで、はい、やばい。ほら、もうこれが半端ないんですよね。はい、いけ、よっしゃー。うわ状態以上にしちまえばこっちのもんよ。ははは、油敷いてやがる。ういっ、わお、オッケー、めちゃくちゃ弱え。はい、どうも皆さん、バオン、本日はイスゲです。ということで本日もレムラント2やっていきたいと思います。今回綿のなんやらってとこに来てるんですけど、ここのね、この下にいるね、豚が出てくるんです。めっちゃ強いんですよ、電気豚が。でそいつをね、ちょっと倒していきたいと思います。あの、ほんとフロム一撃で死にます。しかも電気打ってくるんですけど、範囲がめちゃくちゃ分かりづらいんですよね。そうってことなんで、まあとりあえずやっていきましょう。で、弱点がですね、HP が少ないことかな。そこまで HP 多くないんで、なんとかなるんですけど、その前にやられちゃうんですよね。めちゃくちゃ強いんで。ってことで、このレーバー引くと後ろから出てきますんで、先に火力上げて、レーバー引いて、虫出して、撃って、撃って、撃って。ほんで、はい。やばい!ほら、もうこれが半端ないんですよね。はい、はい、はい、もうあれ当たったら死ぬんで。はい、来る。はい、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 ロード、ラッキー、ほい、ほい、ほい、いや、いけ、よっしゃー、うわーやったー、めっちゃ強かった。ねじれる傷、出血状態タイトル、この武器の遠距離ダメージ、めっちゃ強いやないかい。おおお、あ、ボスだ。なんかボスというか、なんかあれか、雑魚いっぱいゾーンかな。あー、なんか強そうだな、あいつは。はい、どこにいんだ。痛い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 。こいつらだよ。オッケーオッケー、状態以上にしちまえばこっちのもんよ。あれ弱い。はいはいはい、いた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 、はいはい、あ、こいつ油敷いてやがる。うっ、タイム、はいはい、そういうことか。状態以上にさえなってくれれば。わお、
ちちちあちちちち俺走れば走るだけ回復するから。いけい。虫虫はい。ほらおいおい。オッケー。そのこれもくれ。オッケー。状態異常コンボ。オッケー。虫。スナイパーみたいなのにちょこちょこ。どこにいる？あいつか。ほら。届かない。オッケー。はい。はいはい。オッケー。めちゃくちゃ弱え。勝った？